さんこんにちは、風道でございます。2023年ゴールデンウィークでございます。いや、この KPG においてはね、この大型連休特別企画ということでね、まあ毎度恒例のことなんですけども、まあ氷室さんのファンの方何名か集めてね、地元でちょっとした座談会じゃないけどね、ファンミーティング的なことをやろうじゃないかということでね、大型連休はいつもそんな感じでね、皆様とリスナーの皆様と楽しい時間を過ごさせていただいているわけですけどもね、まあどんな感じでどんな雰囲気で遊んでんのかっていうのをね、ちょっと皆様にも伝えたくてね、ちょっとでもね、この KPJ 楽しいよってことがね伝わってくれれば嬉しいなということで、またね動画の方を撮らせていただいております。まあいつものねレギュラーメンバーのりょうちんとたけさんとみたいなね誘って、今回も楽しんでいきたいなと思います。早速向かいたいと思います。なお久しぶり。大丈夫です。後ろって開いてます。あ、開いてるよ。はい、というわけでとりあえずりょうちんさん合流でございます。お久しぶりでございます。ね、元気でしたかね。年末以来で、はい、ほんまですね。このでかいのは なんだっけこれは。これは、ちょうどいいよ。ひものさんがラストギグスに来てたリベンジって書かれてるパーカー、あれを再販したらしいんですよ。あ、なるほどね。で、それを単品で買うか、特別仕様の箱に入ってるのを買うかで、特別仕様の方を買ったと。買いました。ハウマッチって話なんですけど。で、まだ開けてないね。開けてません。じゃあこれ後でね、ちょっと開墾式を動画でやりましょう。京介、氷室。まあ知ってる人は多分知ってると思うんですけど。まあそうだね。まあ、値段も値段なんで。あ、そう。ちなみにハウマッチ。38,500円。38,000。やっちまってるね。やっちまいましたね。はい。わかりました。これは、お宝発見ですけど、中身が、まだ貸してないよ。これ持ってたかわかんないんですけど、これラスギグ。あ、ラスギグね。のやつ。あ、これは買ってましたね。買ってましたね。はい、今手元にはないですけど、なぜか。で、これ。これは超懐かしい。あー、これあれだ。武道館の。ファンクラブの。ファンクラブのやつ。ね、武道館のやつ。コメンタリーが入ってるやつだっけ。そうです。テストムービーオンのね。そうです。これ、ね、方が2パターンあるんで。あ、なるほど。ちょっと早速これはじゃあ今開けちゃいましょうかね。こんな感じね。最初さ、これなんか財布かなんかかなと思ったんだけど、ね、完全になんかヴィトンのパク、あ、手帳ちょっと柄がね。あ、懐かしいですね。はい、コメンタリー入りの。いや、懐かしいね。一応ね、これも氷室さんのパーカーですけどね。あ、なるほど。あ、これキスミの。キスミ。あ、かっこいいね。これ前回いただいた、ほらこれ。そう、気に入ってきてます。こっちの方が高いんですよ。ありがとうございます。まず合流したたけさんです。いつも大型連休になると来ていただいてありがとうございます。はい、またちょっとした氷室談義に今日は一日お付き合いいただければと思います。はい、年に何回かぐらいしかないですからね。はい、今日ぐらいはちょっとゆっくりじっくり楽しんでいきましょう。俺ホテルの段ボール持ってるんですよ。段ボール？ホテルのグッズ買ってそれで来てるから。あれ絶対捨てられないな。捨てられない。ね、箱からやっぱりね捨てられないって。ただ宅急便のその住所が書いてるあれが用紙が貼ってあるから。そう。容赦ねえな。そう、だから俺もそうなんよ。だから俺それ今剥がしたけど。剥がしたどんだ。そう。ああいうのちょっと気使ってほしいところはあるけどね。まあどうしようもないよね。容赦なんか貼り付けてくるよね。しかも、わかるわ。ホテルのギタリズムの柄ってさ、今年のあれが入ってる。ホテルさんの方が辛いっすね、ギター柄のあれは。そうだね。あれ絶対捨てる。網だくじが途中で止まっちゃうから。止まっちゃうから。さあ、ゴールまで行けないみたいな。だからほら、もう、さっきも話したけど、世間的にはさ、ある程度こう、イベントごとにはうるさくなくなったじゃない。だからなんか、またさ、いつか、夏頃とか、夏ぐらいに大きい、企画できたらいいなと思ってるけどね。だんだん、まあ、徐々に周りの生活が、まあ、戻ってきて、そうそう、まあ、あとはうちのチャンネルの氷室さんのコミュニティの方が今動画出してないんで、そっちをまたちょっとずつ種まきして元に復興してある意味復興していかないと、 KPJ の片側をね、左腕を。でも一回俺、まあ、和美さんにも言いましたけど、バイクの方の人でも会ってみたいですけどね、俺は。ああ、そう言ってくれると嬉しいよね。うん、だから、そこで、だから、ボーダーを取っ払って、取っ払って、KPJ ファミリーだから。KPJ ファミリーとして、そうそうそう。
こっからこっちはあなたのテリトリー、こっからこっちは私のテリトリーっていうのじゃなく、みんながみんな KPJ として楽しんでくれる日が来ることを俺は待ち望んでますよ。それはでも大丈夫ですよ、バイクも以上免許も。あ、そうだね、うん、ただバイクがないだけ、うん、ただそれを全部うまく誰もが来てよかったなって思っていただけるように仕切れるかっていうのは俺のここだから、それはちょっと大丈夫かな。まあ大丈夫でしょう、大丈夫ですよ。はい、というわけでいつものメンバーですかね、りょうちん、また愛知からわざわざ来ていただいてありがとうございます。また今日もね、大型連休ということで、まあね、年に何回かのお集まりも会ということで、また高橋ってことだけ、あ、福島ですね、もう何回も来てもらってさっきも山田さんとか言って間違えちゃいましたね。福島は舞津からわざわざこの会議の数時間だけのためにまた来ていただきましてありがとうございます。そんな感じでビシッと楽しんでいきたいと思います。よろしくお願いします。カメラに映ってないところでも人いますので、ご協力してください。よろしくお願いします。あと今日は両親がね、すごいものを持ってきたんで、それの開墾式も、あ、まずじゃあこれ紹介しましょうか。木村さんも思ってるでしょ、いっぱいいるやな。じゃあこれちょっと俺カメラマンに今日は手しましょうか。おお、いいじゃないですか。キスに木村さんの、これは何の時のやつですか。何の時の販売したやつですか。何の時か分かんない、何の時か分かんないけど、売ってたから、日付が入ってる、売ってたから買った。あの発売じゃないですかね。それはそうですね。これ興奮みたいな。俺だから92年やろ。これだからあれですか、だからキングスイングの限定のとかそういう系ですか。そう、シモノドットボブの、はいはい、オフィシャルソフト。あ、なるほど、あれです、ね、かっこいいですね。これ着て街歩いてたらワンチャン逆ナンされる可能性はないですか。ないです。キスミーって書いてありますからね。ないですね、うん、あ、それはないですね、うん、すいません、はい、そんな感じで、じゃあちょっと俺もと、ちょっと待って、お土産来た、はい、今回は、はい、野口秀夫、まあ、福島じゃないですか、まあ、今回もお札モデルチェンジしますけど、はい、これ地元ではメジャーな結構お菓子で、来てくだされっていう、来てくだされ、はい、だから野口秀夫とか野口秀夫のお母さんが、ちょっと、これみんな見たことある、こんな絵、野口秀夫さんの、いいの作るの、俺お札でしか見たことないから、こういう感じの人なんだ、肩抱いて。ちなみに野口秀夫の母親ってちかさんって言うんですよ、名前。あ、そうなんですか、はい、詳しいですね、やっぱ。これも前回両親が持ってきてくれたら、これめっちゃかっこいい、これ着ていつもあのバイク乗ってます。そうですね、いいですね、いいです。しかもなんかこれ、エンジェルエンジェルエンジェル、ダブルエンジェルですね。あ、出た、あの名物、名物くまモン物議を醸したあのゴンゾーさんの時のオフ会でね、結構みんなにいじられてたくまモン、いいですね、ビートエモーションモデル、パクリです、パクリですね、完全なねリスペクトですよ、リスペクト、本物がここまでいや、でもいいですね、キャラに合ってるからいいんですよ。でもたまに違うやつも着てこようかなと思って、これもさすがに上げてきたからな。あ、これ新しいのないですか。新しいバージョンないですよ。ないんだ、俺もなんか一着欲しいなと思って。あ、一緒じゃない、これ一緒でした、うん、エンジェル、アマゾンで検索すれば出てくる。あ、なるほど、じゃあそれちょっと俺も検索してみよう。この CD 買った時の、ああ、じゃあオフィシャルのやつね、はい、あ、いいね。まあ帽子もまだ、あ、帽子もね、はい、うん、ボーイこれあれが多分ケースオブギクスがなんかのやつの2017-08、これがリリース日でしょ、こっちはね、はい、2017年、はい、西暦の日、うん、発売日かな。こっちは多分その作品の発売日じゃない。ああ、多分おそらく、まあそのうん、もう2017年にボーイは活動してないですからね、もうね、明らかに何かのリリース日の、これ下手するとこの頃って日村さんがもう引退してんじゃないかなって。2016だから、そうですね、はい、うん、はい、というわけで、りょうちんが持ってきた謎の箱、ちょっと開封しましょうか。さあ、いよいよ御開帳の儀式ですね、これね。なんか開かずの金庫開けるんだ。そう、行きますか、じゃあ。あれ意外と普通の出したのってどこもなんか見れてない。いやー、分かんないよ、変な種類とか出てきて。お、なんか入ってるよ、氷室の直筆のなんかあれじゃない。多分ね、これ、あ、これ伝票っすね。え、あ、伝票現実感がすごいな。ここだけただなんか、あ、何これ、すごい箱が出てきたよ、個人情報、なんかブロック、ちょっとお値段4万よ、4万
4万ええ そんなすんの？入れ物がすんの？なんだこれ、すげえかっこいいなこれ。ちょっとじゃあどうぞ。おお、これなんかあのモニターの転がしみたいじゃん。転がしみたいね。かっこいい。これなんか普通の段ボールではないね。なんかちょっと入れ物欲しいな。これすげえ。なんじゃこれ、また分抜くの？箱だけで3万円みたいな。ありえ、どうやって開けんのこれ。マジックテープ、マジックテープか。おー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 、なんか入ってる、いろいろ。すげえなこれ、部屋に飾っときたいねこれ。うわー、元のパーソナルじいさん、うん、これね、実際ね、でも被ってなかったこれ。被ってたし、多分ね、1個ね、風見さんあげたんですよ。そう、俺持ってるわ。あげる。え？軽くない？なんか比較的。うわ、なんで今オーバーソウルマトリックス1991年。あー、ロゴ、マルチクロス。クロス？あ、なんかあのタオル的な、あ、テーブルに敷くクロス的な。これは？あー、ワイルドロマンスの T シャツ。あー、はいはいはい、見たことあるわ。なんかいろいろ入ってんな。あー、出た。何これ、超かっこよくね。これ多分ね、うん、マフラーっぽいやつ、カーディガンやつ、これ。うわ、かっこいい。俺にぴったりじゃない。ね、なんか あのロマンティストでナルシストな俺にぴったり。あー、リベンジパーカー。これが日村さんが、うんラスギグの東京ドームの時にリハーサルで、はい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 、一緒な、うん、色も一緒、でも一緒、あ、一緒か。かっこいいな、黒金で。これ何、これ最高値的な、あれだ、カラビナでこう腰当たりにくっつけて、なんかタバコ入れてる人とかいいじゃん、こういうの。あ、やっぱそうだ。あ、本当だ。あ、うまいこと畳んであるね。ヌジまさかの、あ一応これ、あ出た、これの入ってるジャケット売ってたんですよ前。あ、そう、これが入ってここのクロスが入って、確か4万近くした。すっげー、いろいろ入ってんな。こんなに入ってるもんなの、この何。あ、マグネットっすね。マグネット、お待ちみたいな。かっこいい、これ、ね、あ、シェイクザフェイクだ多分ね。これあれですよ、ツタヤのイベントの時に売ってたんですよ、うん、あ、そう、あ、いいじゃないこれ、かっこいいね。これもうあれだな、着てる服からしてアンコールの時だな。アンコールで出てきて最初のバージンビートっぽいな。まさかこれで最後っていうね。あ、まさかの最後？でっかっ、何これ、たぶんバスタオルだと思う。バスタオルこんなでかい？いや、一回ね、これのバスローブが出たんですよ。バスローブはいいね。ただバスローブの値段が、うん、そこそこ高いんですよ。なんでなんかパーソナルジーザスのさ、ロゴの入った黒いやつ。そうだから多分タオルだと思うんですけど。あ、タオルだね、バスローブではないな。バスローブから行ったら、あれなんだろうね、うん、バスローブって、そうそう、ヒロさんがあのよくツアー中の、うん、バスローブ羽織って、なんかバラのバラを湯船に浮かせて、その横でこうワインをこう持ちながら浴槽にいる感じの、あ、そういった石原裕次郎的な雰囲気を醸し出す。クリップビートみたいなのですけど、これ単品で買ったら結構いい値段するね。これ多分パーカーだけだったら2万7000円。メルカリでなんか7万ぐらいで買った。これを、ああ全部セットで、全部セットで、もうワンセットいっちゃいなよ、ユウ。もしかしたらこれシェイクザフェイク以外のものが出てくるかもしれないじゃん。多分中身ハッとしてるんで。あ、そうなの。あ、こういうの入ってますみたいな。いいな。ね、もったいないね。これだけちょっと売ってほしいわ、俺。
シェイクザヘッグのヒムロック、うわすごっ、何じゃこら、すごい肌の感触めっちゃいいわ、大人の男じゃん、それ。え？じゃあマフラーってどうやって、あ、それ被る感じか、あ、うまいね、スパッと。高そう、これ。え、じゃあ俺、ユウこれ持ってっちゃってんの？言ってみるもんだな。あの、俺はもう何度も今まで動画で、シェイクザフェイク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 ってばっかり言ってたでしょ。そうそう、ワン、そう。これが高いか安いか、まあそうだね、うん、もう94年あたり、94年、そう、俺就職した年だ、8月にバージョンビートが出て、で9月にシェイクアルバム出て、で10月からね、もうアリーナ横浜アリーナからスタートしたツアーが、もう全部初日に行ってるから、あのバージョンビート初日に買いに行って、学校あの風邪ひいて休んで、でアルバムも9月の26だか7に買って、でツアーも初日横浜と東京ドーム行って、東京ドーム今でも忘れもしないね、ボーイの曲を3曲、今日はね、あの世界中でクリスマスだったの、イブ、あ今日は世界中でいろんなねパーティーが行われてるだろうけど、今日このドーム、ここが一番暑い場所だぜって言って、サンタさん、こんな幸せな気分にさせてくれてありがとうって言って、急にボーイの曲3曲やりだした、じゃこれからのカラオケ祭りはこれモニター代わりにして俺足掛けていいかな殺される、そう、カンベラーって、ここでさ、あのシャイニングウィザードやろうとしたら、ここがズボーッと入っちゃってさ、両親ごめんって、でも印象って、ちなみにいつもこれはね、2000…違う、99年のダイヤモンドダストが出て、ダイヤモンドダストが長い8センチのシングルだったの、あれをペコってめくったら、この K のところに氷室さんが、だから99年ぐらいだね、ダイヤモンドダストが初めてだと俺は記憶してる。違うよ、風見ちゃん、お前にわかだなっていうファンがいたらコメントください。でも、そうなんですけど、うん、昔、ステイっていうシングルシングル、ありましたね、はい、あのポスターって出てるんですか、あのポスターで昔持ってたんだよな、あったの、出てるよ、普通に、当時は、俺はあの昔のミスティングポスターになってるんだけど、ミスティ、だいぶ昔だよ、それはあの、ミスティングポスターが欲しいな。Thank you.